輩菊池の胸をに胸を出す、そういうタイトルマッチの流れもあるかもしれません。それまでは先輩として負けられない。これはロックブレイクになりません。手首から先が出ないとロックブレイクになりません。今ロックブレイクです。和田恭平レフリーが両者に今ロックブレイクを命じました。さあ流れはジョー・マレンコです。第3代第9代のチャンピオンジョー・マレンコ、三度の体感なるかどうか。さあこれは逃げられるかどうか。左へ体をねじらないとロープには距離があります。誰が打つ SPF よりも見事ですよね。そうですね、絵にかなってますね。そうですね、前回浜松の戦いから、まあ、あれ以来調査来軍ともこの何回も戦ってきた淵、ラフな一面、粘り強い一面も見せている。そういったラフな一面が今日ちょっと見えましたね。そうですね、このしかしその反面、はい、テクニック合戦になりますとね、その部分でやっぱちょっと練習不足が出てきた部分もあるかもしれませんね。不審ですか。そうですね、やっぱりマレンコの方がやっぱ攻めるポイントだったら上手いですよね。なるほど、右の円髄切り、淵正信打開を図ります。先ほどから続けられておりました足への攻め、そして STF による足と首への攻め、その辺りのダメージどうでしょうか。淵正信この後の攻撃が気にかかる。さあ返してきたジョー・マレンコ、ノットイン、ノットブロックバスターのような形で後ろに投げて、それもホールド危ない、そのままホールド危ない。武さん、先ほどヘビー級とこの両選手いつもいつも戦っている、そういう場面がもちろん出てくる攻防をしてあげましたが、今のあたりなんかそうですね、完全に力の強い攻防ですよね、はい、さあ淵の方はどうか。ジョー・マレンコジャーマンで投げたか、形はあまり良くない。カウント2、しかし切れたジャーマンでしたね。淵にとってはしかしジョー・マレンコを投げた、もう渾身のジャーマンでありましょう。さあ今度はダブルアームスラックスか、足を復いたします、足を復いたします。今度は右足のフックができない、乗せないと、そのままどうだ、取った連絡で危ない、危ない、幾多の大試合で、このノーザンライトで勝利を取ってまいりました、ジョー・マレンコ、危なかった、淵正信危ない、これですね、そうだ、これが出ましたね、これです、これです、この後、前回の大会、浜松では8セットがありました、しかし、この攻撃で、そう、イークラッシャーもあるときありました。これで主導権をあの試合では握っていたんです。同じような場面が再現いたしました。このまま決めようってんですかね。おお、決まってるんですね。ああ、今ヒールを抑え、ヒールを決めてましたね、決めてましたね。私どもたくさん当然2位クラッシャーにね、それを狙ってると思ったんですね。あのまま固めに行きましたね。さあ淵の左足どうでしょうか。ちょっとよろけている、右のエルボーも力がありません。淵正信、うん、武さんどう見ますか。かなり効いてますね。かなり応えてるんですね、はい、淵の足が止まってますからね、はい、動きが止まりますと大技を送ってしまいます。あっと、あ、今の円錐は決めましたね。走っただけ、今日のプロレスニュースは諸般の事情により現場からお送りいたします。91サマーアクションシリーズ2がいよいよ開幕いたしました。今日はまず心優しい元ショッカーの戦闘員ザ・ブラックハーツさんの試合をお送りいたします。どうぞ。科学では証明できない不思議な出来事が数多くあります。夏なのに暑くないのか、前は見えるのか、
爆発、2度目の日本上陸。後楽園ホールが異様な雰囲気、心のラビリンスへと変貌を遂げております。さあ今日も辺りの匂いを嗅いでおります。雰囲気を察知しております。驚々しい雰囲気が流れております。今宵の後楽園ホール、現代のサイエンスを最も解明不可能な奇怪なパフォーマンスであります。お互いに相手の好きな人、そして真っ白いマスクを取って、そのマスクの中から現れるのは全くの無表情、ブラックフェイスであります。ザ・ブラックハーツ、呪いのミステリーサークルを作りました。ロープに振りました。フライングヒールキック、高さ今の顔面ですか。顔面に当たりましたね、はい、ちょうど放った先ですね。リチャード・スリンガーも大きくなりました、たくましくなりました。さあこのブラックパ、うん、これがクセモンですね。いわゆるすり替え術であります。完全に入れ替わってますね。どちらがどちらかわからない、レフェリーの目を盗んでのすり替え術。どちらがアポカリプスなのか、そしてどちらがディストラクションなのか、我々放送スタッフあるいはファンもよく分かりませんが、随分と頻繁にタッチを行いますこのザ・ブラックハーツ。合体するようです。高橋さん、ちょっとあまりキレがないですね。やっぱりちょっとは雑と言いますかね、荒っぽすぎますね、もうちょっと決め込まれてますかね、的確に決めていった方がいいですね、はい、こういったことでは世界を破滅計画、自分たちの計画に持ち込むことはやや難しいかと思われます。さあこれはスカイハイの体勢です。よもやこれも DDT かもしれませんね、なだれ式の DDT でしょうか。高さがあります。3階から DDT、 限りなく顔面を打ってきました。体を裏返してカウント3です。2度目の来日、第1戦はリチャード・スリンガーを超高層合体の DDT に捉えました。さあ勝負タイムが10分と5秒でありました。高橋さん、いかがでしたか。そうですね、期待されたブラックハーツ初来日第1戦だったんですけどもね、ちょっと仕上がりではややっぱりあのきつい状態でしたね。なるほど、もうちょっとやっぱり合体に切れが欲しかったですね。見事な合体プレーでシリーズ第1戦を飾ったザ・ブラックハーツさんでした。この試合の前、私はこんなことをしているブラックハーツさんを偶然見つけてしまいました。スパイビー・ディーン・マレンコ対カンナム・エクスプレスの試合を奥でこっそり見ているのはブラックハーツさんではありませんか。隠れて見ててもとっても目立ってしまいます。ブラックハーツさん、実は非常に研究熱心だったんですね。さて実は私、アポカリプスさんよりいただいたマスクと仮面をうっかりしてなくしてしまいました。アポカリプスさん、どうもすいません。もし拾った方がいらっしゃいましたらご連絡ください。さて再び来日いたしましたブッチャー軍団は早くも馬場社長と対決いたしました。馬場社長をもう一度病院送りにしてやると豪語しているブッチャー軍団、さてその結末はいかに。ダイジェストでどうぞ。開幕戦となりました。ババ軍団対ブッチャー軍の戦い、おっとババ選手がエプロンサイドにもたれかかっている。それを朝子悟がフォローしておりますが、いやーこれは驚きました。ブッチャー軍団のこのシリーズにかける意気込みがひしひしと伝わってくるようであります。そしてアフリカンダンスを見せているブッチャー軍団、そして木村1号木村2号であります。より一層ペイントも握りにくくなりました木村組。お客さんも踊っております。さあそしてジャイアントババがガウンを取りました。あっとカメラマンも倒されてしまいました。これは心配です。顔面にグリグリ攻撃、さあ出てきた
夏に舞うジャイアントババ苦々しい表情今左の親指を舐めました体を震わしております向こうにはブッチャーの表情が割れんばかりのババコール小田君も馬場翔平のジャイアントババの復帰戦では足を集中的に攻められてしまいました逆水平チョップ睨んでいます恐れを出しておっとそして来ました火花散るスタンディングポジションこちらヒールのトラディショナルアブドラブッチャー今回ジャイアントにどのような戦いを挑むんでしょうか永遠のライバルハートはいつも切磋琢磨であります組み合った馬場の大きい背中チョップをかわしたちょっと驚いた表情を見せましたブッチャー自信ありでありげなジャイアント馬場であります自らロープに走るどうする組み合う重さがあります体重150キロアブドラでブッチャーコーナーこれから何を狙うんでしょうかハイキック顎の先端を捉えましたそして足で押し倒しキックを繰り出しますジャイアントの集中攻撃でありますアブドラダブッチャーまっすぐ前のあーっと早くも流血ジャイアントの顔面蹴りであります現在地獄突きそして体も揺れているこれは一体何を意味するんだ大技へのプレリュードでしょうかアブドラブッチャーがロープにへばりつくとそれはどこまでエルボードロップの前兆だまずいマイティーの上早押しエルボードロップ満身の力を込めてタイムはブッチャーのエルボードロップがマイティーの上を捉えました馬場社長を仕留めることはできませんでしたが見事にシリーズ第一戦を飾ったブッチャー軍団勢いに乗ってこの後一気に馬場社長の首を狙ってくるのは確実です馬場社長にはくれぐれも気をつけていただきたいものです以上プロレスニュースをお伝えしましたこういった非常な攻めがいわゆるジャンボ鶴田の危機の裏返しという見方ができるわけですねそういう部分ですね、こうやって攻めててもですね、おそらくジャンボ自身が一番なんか焦りを感じているかもしれませんねおっとおっと押しつぶしている押しつぶしている竹内さんこれはやっぱり一つ一つの技がせっかくに変わってきてますよね、はい、ジャンボ鶴田の焦燥感あるいは危機感若手選手の台頭それを一番肌で感じているのはこのジャンボ鶴田でしょう一時のそのジャンボの王道ゴールですからですねやっぱり相手を破壊するプロレスに変わってきてますよねこれはそれだけやっぱ余裕がなくなった裏側だと思いますね、はい、それが一面表層的にはジャンボ鶴田の絶頂期とも捉えているわけです表裏対ジャンボ鶴田からその小川芳成へタッチですさあここからサードロップはちょいと遠いぞ菊池剛じわりじわりとサードロープへにじり寄りますあと30センチあと20センチさあタッチワークを多用します鶴田軍団
点でキープしました。ダブルジャック菊池を股に挟んでドリルやホールパイドライバー、さあどうするの、ジャンボするか、菊池が返すか、返すか、返した、鶴田がお返しとばかりに調子大君、ロープを使いましたね、ロープの熱、摩擦地獄を使いました、ジャンボ鶴田。このシリーズジャンボ鶴田はちょっと違う。おっと、再び場内からはブーイング、どんな手を使ってでも自分の頂点、牙城を守りきるといった、そういった意気込みでしょうか。ロープに振るラリアット、カウントは2。さあ小川に一言二言アドバイスをしました。小川入ります、先ほどまでは菊池剛が一方的に攻めまくりました。そして今度は小橋です。これは竹内さん、単なる勝負ということよりもこの長世代2人とも潰してやろうって感じがしますね。そうですね、やっぱりジャンボにしても小川にしてもですね、やっぱり潰しにかかってますね、はい、対する長世代軍はその攻撃の的を絞りきれずにおります。ジャンピングに王が入らないぞ、やはりこれはジャンボ鶴田の危機感なんでしょうか。普段でしたら余裕の表情で鶴の一声、いわゆる王の歓声が入るところです。ボディースラム、この黄色いビルディングを揺るがすかのようなものすごいパワーです。ハーフボストンに切り替えます。再三ジャンボ首をかしげる場面も見ますね。やっぱり自分では十分に攻め切ったと思ってもね、相手に逃げられるとね、いかにジャンボでもやっぱちょっとねあれと思うなんでしょうね。なるほど、そういった迷い、あるいは戸惑いが隙に変わってくるんでしょうね。ですね。ロープに振ったショルダータックル、ジャンボ大の字、和製ダイナマイトキット、ファイヤー、胸元にドロップミサイルキックを放ちます。そして勝ち上げるエルボー、自ら走ってエルボー、自ら走って
ードはありますがパワーに押し潰されてしまいました。放送席前です。放送席前に出てまいりました菊地剛、鉄柵です。サイデンデスのお客さんが届きました。する危険な技でした。そして今度は、うん、またまた落とし技です。2回から振り投げられたカウントは2です。極限状態まで戦うその心意気に我々は心を打たれます。サイドバスターか、いや右胸がここからよもやフットスタンプではないでしょう。このえさあ小橋がジャンボ突破に放り投げられました。小橋場外です。小橋が場外。しかしダメージは少ないようです。すぐにリングに戻ることは可能でしょう。そして丸め込むか、あそのまま肩を膨らんでしまった。チョップ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 ロープに逆に振られた。そしてカウンターにキック足振りライアット。もう一度ライアットを押し倒し王が入った。鶴の一声バックリバッタバックリバッタデーデーデーゴマシデーデーデーゴマシデーデーデー始まったぞ。重低音ストッピング攻撃後楽園ホール対角線に振る対角線に振るラリアットラリアットセカンドロップからのいやここロップから流れ着く DDT が押した押したい倒れてしまい押し倒されてしまいました。ヘッドシザースホイップカウントは2。自分のペースをつかむか対角線対角線に振った小川だハイキック小橋ペースをつかめラリアットさあ青春の握り拳ボディスラム一戦菊地が鶴田を外に出す。しかし体勢を入れ替えた上は小橋全身ベクトルオレンジクラッシュ小橋ケットが
ここで決める、ユリースがダメ、そうですね。
70パワーを振ってまいります。スタンハンセンです。武さん、セミファイナル見ましたら鶴田が本当にこの怒りのファイト、もちろんそれには三沢川田のこの新しい世代が上がってきたというそういう部分の焦りがあるという解説でしたが、そうですね、それプラスですね、やっぱりそこでまた敗退したわけですからね、これはジャンプますますやっぱり苦しい状況に追い込まれてきましたね。本当にそうです。さて竹内さん、このエースハンセンは一緒コンビですね。そうですね、いつもハンセンはスパイビーと組んでたんですけど、今日はディエースですね、どういう持ち味を出してまいりますか。さあ川田を捉えまして、ねちっこい攻撃を見せております。ご覧の川田、この首根っこのあたりをぐい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 足で押さえつけて、そして場外線に持ち込みます。さあこのシリーズのハンセンはどうでしょうか。おっと全シリーズあたりからこの椅子を持っていますが、ハンセンこれは多いんです。半分は鉄柵に当たりましたが、引き続きカードを捉えております。全シリーズあたりから世界タッグをしたのからこのハンセン、ちょっと戦いぶりが変わってきてませんか。かなり荒っぽくなってきてますね。特に場外線が多くなってますよね。なるほど、高橋さん、まあ、この武道館で相まみえる鶴田タイミング2体、三沢川田がチャンピオンでありますが、このハンセン組やあるいはブッチャー組、こういったところに注意してコンディションを持っていかなければいけませんね。そうですね、やっぱりまだまだちょっと時間がありますからね、このやっぱりシリーズ中の経過がやっぱりちょっとまだキーポイントになってきますからね。なるほど、エースも頑張ります。投げて落としました。相手は川田、そしてフェイスロックに乗っていきます。ジョニーエースであります。さあそしてスリーパーです。逆のスリーパーに持っていきました。ドラゴンスリーパージョニーエース、昨年9月アジアのチャンピオンになりました。ラックチャンピオン、3度目の防衛を前に左腕負傷を出しまして、このベルトを返上。川田膝で反撃持っていく。前シリーズアジアのタッグのチャンピオンにもう1回帰りました、このエースでありますが、ディートンブラック組に敗れております。さあハンセンにタッチ、リードック、ピンキックが確実に当たりましたね、そして三沢にいい流れを作ります。三沢が追う。さあかつてこのスタンハンセンの三冠王座に挑むも敗れた、そういう因縁が2人にはあります。武さん、世界ダックの次は三冠ですよね。三沢当然三冠ですね。そしてあの横浜ウィリアムズと鶴田が戦っている時に、カーテンの影から、ドアの剣から見ておりましたのがこのハンセンと三沢であります。2人の思いは1つ。さあフェイスロックに入りました。三沢のこのフェイスロックを使い出したから、武さん、三沢のファイトは変わりました。変わってきましたね、はい、やっぱりネチクとか出てきたというかね、あの単なるその空中戦だけではなくなってきましたからね、はい、武さんね、この金沢の世界タッグダッシュした試合なんかを見ておりますと、このエルボーも光りました。だから鎌田のこの粘り、今ラッチを受けて入ります、粘りもありました。それから一つ一つの技でしょう。あ、このキックもそうです。執念みたいなのも感じますね。執念とやっぱり重さが出てきましたね。重さも、なるほどね。しかし重さもエバスタンハンセン、どうです武さん。アタックですね。あれの至近距離からですね、あの位置で当たってやっぱり川田を場外に吹っ飛ばすわけですからね。そうですよね。これがやっぱり瞬間の爆発力ですね。しかしこの川田も武内さんね、今度はその腰を狙いますジョニーです。しかしあのウィリアム戦で見せました、それから世界タッグでも見せました、あのパワーボムを2連発打ったあたり、非常にこの攻撃が速くなったんですよね。川田もね、速いですね。バックドロップスタンハンセン、どうぞそのあたりにも川田の成長ご注目いただきたいと思います。武さん、やはりポイントを握るのは武道館大会この川田であり、そして田植えでしょうね。そうですね、やっぱりその川田田植えのどちらが頑張れたらですね、勝負のポイント大きく変わってくるでしょうね。金沢では川田は田植えにもっと頑張ってもらいたい、こう言ってましたね。まあ、激を飛ばしましたけどね、これは飛ばされた側の田植えにとっては屈辱的な一言ですからね。全く屈辱ですよね。川田食い上げました。ちょっとまだふらついています。左目をチクチクしました。まだちょっと目の疲れが早いんだということを漏らしておりました、この川田俊明。さあそして前シリーズ金沢松戸と左肩アタッキュー、この4日前からやっとバーベルが持ち上げられるようになったという三沢。ならば足を使っていく右肩をアタッキューの三沢であります。先ほどは左のレフトハンドのラリアットを打ちました。右のエルボーはおなじみ。しかしジョニーエースも拳を握りしめる。ならばのキック、エースとしても今中途半端な位置にいますからね。これはなんとかやっぱりこのトップクラスのですね、勢いに食い込みたいところですからね。飛ばしと組んで世界タッグを狙うのかどうか、このジョニーエースです。それにはこの中に入って存在感をアピールしなければいけません。本日のメインイベント、バックドロップは三沢光晴です。リングの中央で打ちました。片襟固めに固めます。三沢、なんか戦いぶりに自信が見え隠れしますよ。三沢川田はやっぱりチャンピオンとしての選択
柏木選手は早くも、もちろん防衛戦ももちろんですけども最強タッグまで頑張りたい。もう早くも年末の最強タッグにまで思いを馳せております。自信満々川田スピンキックから反戦に持ちます。投げさん、できれば今日ラリアット横殴り反戦がカット、できればこの反戦からキーホール奪いたいですね。やっぱり本当大きなキーホールになってくるんですけどね。後頭部ラリアット、やる気満々川田、もう今反戦の胸を変えてる時代じゃないですかね。そうですよね。ボディからピンを取りました。ウィリアムスが取りました。今度はこのハンセンから取りたい。武道館に向けてスカッと勝ちたい川田、三沢、さあ今ハンセンが川田を捉えている。エースと三沢だ。エースがローリングしてもエルボー、リングの外ではラリアット、ウエスタンラリアット、川田大の字、ちょっと分断されている。ハンセンが戻ってきたぞ。ハンセンが戻ってまいりました。大きな声が出ている。今シリーズの好調のスタン・ハンセン、ブレインバスターはジョニー・エースであります。あーっと川田がまだあーっとご覧のように、あーラリアット顔面に受けたんでしょうか。鼻のあたりを抑えています。そういえば金沢では三沢があのボディのラリアットでしたか、受けて鼻血を出す半ば半死死という場面がありました。しかしあの金沢では三沢も川田も耐えました。場外ボディスラム、ジョニー・エース。エースとハンセンのコンビネーションどうですか。悪くないですね。悪くないですね。回転してのエルボー、この辺は低く打っていきます。ジョニーエースであります。今日の三沢鎌田は大きく見えるというふうに申し上げましたが、実際体も大きくなってるんですよね。そんな感じしますね。そして耐久力もつながりました。それがあれだけやられて、三沢が膝をとことんやられました。鎌田が場外で上ボディのパワーボールを受けました。それを跳ね返す耐久力もつきました。三沢鎌田ダブルのキックはハンセンとエースであります。 DDT 上樋口さん反発返せ、ほら三沢が返しました。自ら返した。鎌田はまだ後頭部を抑えております。リングの中央、ハンセンと三沢です。今ハンセンに攻め込まれてますが、思い出すのが前回放送の松戸の最終戦でした。鶴田の4連発のバックドロップで三沢は強振しましたね。ラリアット3つと、あれは世界タッグを取った直後だけにですね、三沢にとってはショックだったでしょうけどね、逆にやっぱりあれで三沢は逆に8分材料を与えられたんじゃないですかね。そうですか。やっぱりそのベルトを取った時はね、どうしてもやっぱそのある程度気分がいいもんですからね、ちょっとやっぱり気合の部分がありますよね、はい、それを逆にですね、やっぱりそのボンと頭を叩いたことによってですね、三沢は逆に目覚めたと思いますね。なるほど。そしてサポーターを外してジョニーエースが三沢の眉間のあたりに2位スタンプを落としてまいりました。きつい2位でしたね、はい、あその苦痛がこの表情から痛さが伝わってまいります。三沢今度は顔面をキャンパスに打ち据えました。確かにあの試合では鶴田が全て分を今シリーズの分を晴らしたと言ってましたからね。ちょっと意外な負けでしたよね。そして本日のセミファイナル、またまた大暴れをしましたジャンボ鶴田。ジョニーエースもその鶴田もびっくりのボディスラム、ガーンとキャンパス中央にミサを叩きつけております。そして大型のハンセンを呼び込みます。カウントカウント2です。いや先ほどミサは川田の技に執念というふうに申し上げましたが、ハンセンの技にも執念感じますね。無冠のハンセンはやっぱり手強いし怖いですね。あそうです。やはり無冠のハンセンは怖い。構想ババさんとの構想で、そうですよそうですよ、ハンセンが無冠になった時ほど怖かったんですよね。無冠になった後のハンセンは本当異常なことの強さを出してますからね。さあ回転してのキック、むしろハンセンがベルトを持っているときほどこの守りに入ることがありますからね。そうですね。さあその猛クラッシュをどう受け止める。川田三沢、川田キックでハンセンを追い込んでいった。そうだ、ジョニーエースにもエルボーを打っていく。エースも長身からエルボーを打ち下ろす。おっと長身のジョニーエース、起き上がりの水平チョップであります。そしてこの技の使い方、皆さんこれが早いんですね。早く決めましたね。カウントワンです。ハンセン早いカットを見せております。川田の技の組み立て方に本当無理がなくなってきましたよね。三沢、ね、がトップを起こすがパンチを打っていく。デーデーデー、まさに殺人ホイップであります。さあそのハンセンの足を救ったのは田原としわきであります。放送席にハンセンを持ってきた。あーっとハンセンがまさに真ん前、あモンターカメラにハンセンを打ち据えた。そして川田
が私どもの機材をも持っていこうという、今諦めましたことはゴングを持っていった。陸上ではジョニーエースが見せろにラリアットを打っております。あっと場内では攻守入れ替わっております。北川線が川田の足を取っている。陸上ではジョニーエース今の技何でした？ DDT だったんですね。なるほど、セカンドロフトの DDT でしたね、はい。さあリング内ではまだ反省がカーブをやっています。さあトップロープはジョニーエース、トップロープはジョニーエース飛んだ。左のラリアット場外では椅子危ない。場外ではハンセンの椅子、向こう上面椅子を今放り上げました。スタンハンセンであります。椅子は5分奮闘、ハンセン戻った、川田はまだ戻っていない。バックに回った、椅子はジャーマンスかうんとローリングして何を前分かった、どういうまく言うんですか。ラリアットリベンジだ。4人ともヘビー級なんですが、動きは君はヘビーですね。本当に目まぐるしい動きですね。さあ世界ニューチャンピオンタッグチャンピオンコンビ三沢川田、開幕戦スカッと勝てるかどうか。テキサス4号早くタケさん3カウント、あ、タケさん先ほど3カウント入ったんです。ゴンが鳴りませんでしたが先ほど3カウント入ったんですか。ジョニーエースの動きを見てください。あ、今ゴンが鳴りました、ゴンが鳴りました。先ほど3カウントです。15分59秒さっき入ってたんです。あーっと目安にさせてくださったんですね。あーっと開幕戦ダイヤトロンスライグ